こんにちは、ジャズドラマーの黒田です。今回は4拍3連について触れてくれということで、僕も勉強しがてらちょっとまとめてみましたが、かなり上級者向けです。なので閲覧注意って感じでやっていきたいと思いますが、4拍3連っていうのは何かっていうと、譜面で表記すると、4拍で考えると3連符の4つ割りになるっていう感じですね。で、逆で見ると今度3と4が同時になっているので、3サイドで見ると16分音符の3つ割りになるわけなんですね。譜面で見るとこんな感じなんですけど、これをまず最初両手でやるんですね。そう、右が4 で左が4の場合はっていう練習をします。そうすると、まず右このズレをドンとタッドンタドンドンとタッドンタドンタンタドタンドタンタンタドタンドタン、これ3拍4連の考え方ですけど、こうやって考えると、どうやって叩くかと、そのズレを覚えて同時に、最初同時なんですよ。で、先に出た方が4になるの で頭が一緒でというふうになります。で、今は僕はトンとタトンタトンって考えてたんですけど、これってが途中で右手の方の4の方についてたんですね。そうするとタンドタンドタドンっていう風に聞こえます。という風に3サイドから見た場合と4サイドから見た場合でリズムがこう変わって聞こえる。同時に3と4が進行してるので、どっちサイドよりを強く聞くかによって、どっちも鳴ってるんだけど3サイドで見てるのか4サイドで見てるかなのかっていうのを、練習していくわけですよ。めちゃくちゃ難しいんですけど、で、足もだからみたいな感じで練習してもらえるといいかな。で、4拍3連としての一番、僕が考えた中で一番ポピュラーな使い方は、基本的には8-6のラテンで、足はこうなってて、そうダダダンダダダンダダダンって大きいこう流れが同時に聞こえてくるっていうのが、一番よく使うパターンで、これだから4ビート。すごく大きなフレーズを作れるんで、ドラムソロなんかでもよく使ったりします。この辺は中級者用ですね。で、ビル・エヴァンスなんかがよくやってる3拍子でやってるんだけど、その上で4拍子をやるみたいな。で、そのビル・エヴァンスがやってるのは2種類あって、1-2-3-1-2-3-1-2-3-4-1-2-3-4、四分音符が同じ長さでこう3と4で、だから4の方が長くなるんですけど、小節数が。今度は小節の長さが一緒で、1-2-3-1-2-3-4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 、これが要は3拍4連っていう流れになるわけですね。で、シンバルレガーと3拍子の上でウタンウタンが、これをシンバルレガタにすると、タンタウタタウタンタタンタウタタウタンタって聞こえるわけです。で、ここまでだったらまだ3で聞こえるんですが、このハイハットを4の方に乗せていく、これね。で、これこっちを13をゴーストにするから、なんでこんなことするかって、ダリの騙し絵みたいな感じ、こういうふうにも見るし、こういうふうにも見る、そうすると奥行きがあるような感じがするっていう表現方法なんですね。これをいいと思うか悪いと思うかはもう全然こう人には、僕は好きなのでやってるだけなんですけど、
だからドンタウトトンタンタドンタウトトンタンタ。で足も支部の方に移りきちゃうとこういう風に聞こえると、タウタウタでさタンド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 ンっていう風に聞こえます。タンドンドンタンドンドンっていう風に聞こえるように、そういう風にリズムを捉えるわけですね。だから、今から模範でやりますけど、いつかおじさまの三拍子でやってますけど、最初の4小節は普通に三拍子でやって、で、手だけが4拍子についていって、次ハイハットがついてきて、ハイハットパストラがついてきて、で最後はこのテコンが入るようにしています。でまた戻ってっていうのを2コラスちょっとやってみたいと思います。難しいですね。こんなのできなくても全然ジャズはできるんで、ただ僕らは好きだからやってるだけというわけで、閲覧注意でございました。でこれベースラインをですね、こうやって練習するベースラインを、ベースラインとやるとまた急にできなくなるんで、メトロノームでやってたらできるんですけど、ベースラインやると急にできなくなるんで、このベースラインを、メルマガ登録していただいた方には、プレゼントしましょう、しようと思いますので、設定しておきますので、メルマガを登録していただく、今までのメルマガ登録した人も、突然お送りしますけど、メルマガ登録してない方はこれパッて見ると、最初に多分メールが2通来ると思いますんで、3通かな来ると思います。その1通の中に、この、ベースラインのコンテンツのダウンロードできるページをお送りしようと思いますので、ぜひメルマガ登録してください。よろしくお願いします。